決めました。まず黒が取れるかによって変わってきますが、なんかいけそう。結構きついが。やばいか。取れちゃったよ。残金やべえ。ハブテも取っちゃうよ。フォワード取れたからガデフクビにしてボランチ補強するよ。バイバイキーン。4年後には黄金時代だね。これとはこういう天気のことを言うのでしょうか。本日は J リーグディビジョン223回戦、現在第2位、勝ち点48。
誰だよ。なあにアルガン中は18歳。これは取る取るしかねえ。通貨なんで即戦力じゃないの。25歳とかがいいのに。とりあえず誰とお別れするかだけど。彼しかいないよね。前にも使ったことあるし、ノロもいるし、残念だけど。今年何人振り切ったんだろう。無駄なお金結構使ったよね。全国1億5000万のサッカーファンの皆さん、こんにちは。本日は J リーグディビジョン224回戦、現在第2位、勝ち点48、ミストラル。今日の対戦相手は第5位、
夏も真っ盛りですが、スタジアムは暑さを忘れるほど盛り上がっております。今日は J リーグディビジョン2第25節、トリニータ対ミストラル。実況はいつものように八塚博士、今日はパンツェッタジローラモさんとお伝えしていきます。はい、ジローラモです。今日は頑張ってレポートします。夏休みに入り、元気な子供たちの姿があちこちに見えます。今晩は J リーグディビジョン2 26回戦、現在ご覧ください、この輝く太陽。今日は J リーグディビジョン2第27節、現在第2位勝ち点53ミストラル、対するは第12位勝ち点26。
今度は左サイドバックか。今回はいいや。全国のサッカーファンの皆様、こんにちは。本日は J リーグディビジョン2第28節、スティング対ミストラル。実況はおなじみの八塚博士。ピッチにはパンツェッタジローラモさんがいます。ジローラモさん、よろしくお願いします。はい、ジローラモです。今日は頑張ってレポートをします。楽しみな顔合わせですね。観客も サッカーを愛する皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。本日は J リーグディビジョン2第29節、ミストラル19勝4敗5引き分け、対するはホーリーホック7勝11敗10引き分け。実況担当は八塚博士。今日はパンツェッタジローラモさんとお伝えしていきます。はい、ジローラモです。今日は頑張ってレポートをします。楽しみな顔合わせですね。両チームお互いにこれ以上順位を落としたくないところです。
熱帯夜が続いております。今晩は夏も真っ盛りですが、スタジアムは暑さを忘れるほど盛り上がっております。今日は J リーグディビジョン2第31節、現在第2位、勝ち点59、ミストラル。今日の対戦相手は第3位、勝ち点54、レッズ。ピッチにはパンツェッタ・ジローラモさんがいます。ジローラモさん、よろしくお願いします。
スタジアムの周りもすっかり秋めいてまいりました。本日は J リーグディビジョン232回戦、現在第2位、勝ち点62、ミストラル。今日の対戦相手は首位、勝ち点76、サンフレッチェ。実況はいつものように八塚博史、ジローラモさんがピッチ上にいます。ジローラモさん、チャオ、こんにちは。夜になって雨が弱まってきたようです。今夜は J リーグディビジョン233回戦、ミストラル21勝6敗5引き分け。今日全国1億5000万のサッカーファンの皆さん、こんにちは。本日は J リーグディビジョン2第34節、ミストラル21勝7敗5引き分け。今日の対戦相手はアルディージャ、14勝13敗6引き分け。レポーターのジローラモさん、
残暑がまだ厳しいです。今日は J リーグディビジョン2第35節、ミストラル22勝7敗5引き分け、対するは横浜 FC 11勝16敗7引き分け。実況はいつものように八塚博士、ピッチにはパンツェッタジローラモさんがいます。ジローラモさん、よろしくお願いします。ボンジョルノ、チャオ、ジローラモです。さあ注目しましょう。そうきたか。さすがにお金足んないでしょ。そうそう、忘れてたな。この男を呼んどかないとね。来シーズンの守護神を。サッカーを愛する皆さん、こんばんは。こんばんは。 J リーグディビジョン2第36節、第2位ミストラル。今日の対戦相手は現在第7位モンテディオ。
今日はパンツェッタ。サッカーを愛する皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。本日は J リーグディビジョン2第37節ミストラル23勝7敗6引き分け強これもう優勝無理だよね。
ここ1週間で随分と涼しくなってまいりました。本日は J リーグディビジョン2第38節ミストラル24勝7敗6引き分け。今日の対戦相手はトリニータ15勝16敗6引き。全国のサッカーファンの皆様、こんにちは。今日は J リーグディビジョン2第39節サガン対ミストラル。テレビをご覧の皆さん、こんばんは。今晩は J リーグディビジョン2 40回戦、現在第2位、勝ち点78ミストラル。今日の対戦相手は第14位、勝ち点35フロンターレ。今日はパンツェッタジローラモさんとお伝えしていきます。レポーターのジローラモです。楽しみな顔合わせですね。リーグ戦もそろそろ終盤に差し掛かり、一試合の重みが増しています。
雲一つない晴天に恵まれました。今日は J リーグディビジョン2。絶好のサッカー日和に恵まれました。今日は J リーグディビジョン2、42回戦。今日の風は少し肌寒さを感じます。本日は J リーグディビジョン2第43節ミストラル対ヴァンフォーレ、実況はいつものように八塚博士、おなじみのパン。よしよし、あとは年齢だけですね。30代じゃなければ。18歳か、相変わらず即戦力来ねえな。もちろん取るけど。
スタジアムの上には数えきれないほどの星が出ております。今夜は J リーグディビジョン2第44節レッズ対ミストラル。実況はおなじみの八塚博史、レポーターのジローラモさんと一緒にお送りしたいと思います。ボンジョルノ、チャオ、ジローラモです。楽しみ。
全国の J リーグファンの皆さん、こんにちは。今日は J リーグディビジョン2第45節ミストラル30勝7敗7引き分け、対するはサンフレッチェ37勝7敗引き分けなし。ジローラモさんがピッチ上にいます。ジローラモさん、チャオ。空には太陽が輝いています。実に気持ちのいい一日です。本日は J リーグディビジョン2 46回戦ベルマ雲一つない晴天に恵まれました。本日は J リーグディビジョン2We'll be right back.
秋になり夜が長くなりました。今晩は J リーグディビジョン2第48節ミストラル33勝7敗7引き分け対するは横浜 FC 16勝22敗9引き分け。
少々肌寒い風がスタジアムに吹きつけていきます。本日は J リーグディビジョン2、49回戦、ミストラル対モンテディオ。今日はパンツェッタジロ。ご覧ください、この輝く太陽。本日は J リーグディビジョン2第50節、現在第2位ミストラル。今日の対戦相手は現在第6位アルビレックス。今日はパンツェッタジロ。そろそろストーブを用意される方も多いのではないでしょうか。今夜は J リーグディビジョン2、51回戦、第2位ミストラル。今日の
スタジアムの外を木枯らしが吹き抜けていきます。ミストラル、優勝の可能性はなくなってしまいましたが、一つでも順位を上げたいところです。今日はパンツェッタジローラモさんとお伝えしていきます。はい、八塚さん、みんなさん、こんにまあ、2位で昇格だね。知ってたよ。久保はさすがだけど、松原が頑張ったね。伊達に毎回格がどうとか言ってくるだけのことはあるね。ボールがトップを守ったね。これはありがたいけど、確か優勝なら3億だったんじゃないかな。悔しいね。7億は助かる。だいぶ補強にお金使っちゃったからね。早くスタジアム改築したいの。もう日本人スカウトに変えたいけど、大島高すぎるよ。
お金半分減っちゃうじゃない。